大学時代にですね、まあ、ナナプラザっていう、まあ、ドスケベ繁華街にいたことがあって、もうほんまに夢の国ならぬ、胸の国ですよ。もうその辺にクソデカオープン歩き回ったんやけど、その店とかじゃなくて、路上におる女の子もめちゃくちゃ可愛い人おるんやけど、もう大半が、もうチンチン生えとるらしいんよ。で俺はその情報を知っとったから、まあ、チンチンと対面、いやだから対面対することはなかったんやけど、まあ、そうじゃなかったら間違いなく、そのケツ穴確定してたんだろうなーって思ったんですよね。うん。そんな言うといダメだ、このアイデアは言うところに行かせるかもしれない。というわけで出来上がったのはこちら、ドリブル全振りオラチ。オラチの身長は2メートルです。皆さん何を警戒しますか？そう、空中戦ですよね。もうロングボール叩くとか、もうクロスに合わせるとか、もうそういうプレーしてくると思うやん。だからその部分不器用やから、ボールとトロッツでバー突っ込むやん。まあ、そこでさっきの話でうちんちんのごとく忍ばせた、このムバッペ越えのボールコントロールとダブルタッチをかますことによって、相手ってどうなのか、決断確定ですよ。もう奈良岡主人公みたいな感じでね、見た目に騙されてから、やっちまえってバーってかかってきたザコ、もう全部パパパパパパ抜いてやろうと思います。はい、プロリーグ突撃。というわけで早速敵の表を乳首がごとくつきまくってやろうと思うでちゅ。まあ、絶好調とかやったらワンチャンさ、もうそのネイマール級のダブルタッチもできると思うから見たい。おわー、好調、実際メッシです。もう身長2メートルのメッシ、もう最強無敵。あーとで楽しく442でイフットボールとか助かるぜ。何の変哲もない彼氏彼女のイチャイチャセックスぐらい抜きやすいぜ。まあ、ゆっくりやっていこうと思う。まあ、ちょこちょこワンタッチパスとかも挟みながら、でもいざというタイミングでもバコーンってなんかそのダブルタッチやってから、相手がヒギーみたいな腰抜かしちゃうみたいな感じでね、いっぱい抜いていきたいと思う。バコヒギー。いや、回線状況いいやつ選んだはずやったけど、全然重てえわピルロ。だがしかし、同じのダブルタッチを嫌う、間違いないものだ。なあ、これ見てくれ、今の2メートル、わあ今やばかったよ。おのやつがプリンってなった時、もう数したかと思うと、マジでグローみたいな。ボールコントロールの数値はフェイントの綺麗になりますから、まああれだけをドリブルした瞬間に急に加速するわけ。これがやりたかった同じで、じゃあ重たいよ。ちょ待って、メッシ取れるな、メッシ取れる絶対。よし、これムバッペが中行ってくる。おのやつが頂点ダブルタッチも可能、当たり前のボールコントロール数値が違うからな。もう最低です、相手がムバッペだって前持ってってから、なんかこれもなんかほら、このダブルタッチ迫りなんか一回ぬわーってないからね、こんなんならんから普通。もう突破しよう、はい、マイボール、よっしゃよこせカズ。逆に初戦ちょっと重いぐらいの方がいいんかもしれない。あのドラゴンボールの修行みたいな感じな。バリオス、ここ一回メッシ経由して同じに渡して、ここで圧倒的ボールコントロール、ボールキープで前を向きます。この足元の高さ、ダブルタッチがシュート、おいやばかったな。2メートルの調子は変わらないぜ、いけ同じボールを渡してシュート欲しい。でもおぬわちめちゃくちゃええ、あんな細かいところでドリブルなんかできる、ヤンコレだったら10回取られとるわ。カーンがボール持った時はとりあえず前へ蹴っとけば、おぬわちが空中で叩くと思うや。違うよ、ボールキープだよ、だってドリブル数値だけから。おれよ、完璧なドリブルトップを見せて、甘かったな、これボールコントロール高さ、それダブルタッチはせよ、高すぎて、そのままドリブルでどこまで進出するか、それはゴール前までだ。このダブルタッチ、はい、ファールです。ファールだろ。正直この戦い露骨に重いから、おぬわちがすごいかどうかわからないけど、え、おぬわちどうする？魔女、やりたい。で、バリオスがどっちかというとサイドやな。で、ウィンが張ってるところ、一回落として、ここからおぬわちにボール渡す。で、ここでダブルタッチを。はい、よいで抜いた。で、あいつ突っ込んでこい、ほら、空中戦するとお前ら甘い。ダブルタッチで、お前は全部ぶち抜いてやるってたの、この細かいボールタッチ。もう敵をここで抜いくわ。すげえ。ペドリからおぬわちボール渡して、一回次スルーパス出します、普通にな。普通にこういうこともやっといて、で、あ、まあ、待って、そういうプレイしてくるんかな。思わせといて、その後に同じボール渡して、もうダブルタッチぶち抜く。完全に相手が。こっちはスペースに逃げてから、インパクトシュート、大根飛んでやるぜ、やっちゃいや、ムバビ回収したってなってくると、おのやつを使ってからドリブルする気がない。おい、いやもう鳥かごだるまじで、もうお前返せよ、もうドリブルしかせんから球返せ、マジでもう吉祥までしね。はい、今のせいなのか。あんなクソ重たいところでおのやつのドリブルが発揮されるわけないだろ。でもこれおのやつしゃべれてなかったら、もうあっちすぎて5円深いんだろこれ。やるぞ、いけ、よっしゃ、危ねえ。はい、343、あーオッケーオッケー、なんか回線丸もそう。こっからがナメックセ、20倍まで引き出した海王拳でボコボコにしてやれば、まあ泥グマなんて身長高いかもしれませんが、ドリブル数値ないですから、結局重いだけですから、若干改善、そんなにいいとは思わない。メッシ回収できない、バリオスボール蹴れた、ムバッペからオナチ抜け出しとる。ここで俺はドリブルスピード落ちない、なんだオナチのドリブルスイッチを打ってるから、どうだよぶち抜き、ダブルアッチ外して、シュート、すげー、見ろ、エンド、オナチは風になったぞ。そしてもともと2メートルとフィジカルコンタクト80のポテンシャルがあるから、コーナーキックもぶち込めちまうわけよ。エンクごとしちゃった。君日がシュート打っていく。ハンチャルが欲しい。はい、回収からのスルーパスこっちですね。ピルロに渡して、おなあちゃん足元、ボールキープ、ダブルタッチ、甘かったな。いや、なに？労働力やるじゃねえか。お前をこの正式なライバルとして認定したるわ。また今度、体中金箔にしてからやってこい。君日、ナイス。危ねえ。でもなんかめっちゃドゥメンドゥメンしたけど、これなんなんマジで。おかしいんかな。あれ？同じ、ものとかい、これボールコントロール。柔らかいタッチ。で、一回逃げると見せかけて普通抜きますけど、ダブルタッチだ。おら！ 2 メートルダブルタッチでかすぎ！はい、不足のことドリブルします。
人間ごと連れてってやろマジで。俺行くぞー、欲しい。オナチやばいってマジで、ウソップ持った状態で戦ったらゾロみたいな、もういやんな。俺ちょっとダブルタッチ。でかいから、やばい、2メートルの身長をかけるダブルタッチが、もうシンプルに強い。相手をなんかその騙すとかじゃない、もう完全にダブルタッチャーとして優秀なバレとるけど、ガンガン抜ける。ちょっとエンくんが転ばされすぎやろ、これ。エンくんから一回メッシをはたいてから、待ってメッシ、抜けよ。いや、オナチの方が使いやすくない。メッシはそういうことやな。身長ちっちゃくてドリブル上手いと思わせてドリブル下手みたいな。まあ、逆に共通してますね、これも。チンポあると思ったらマンコあったみたいな、めっちゃいいやん。メッシ、ムバッペ、これすいません。オナチ走ろうか。俺敵が突っ込んでこないんだったらゆっくり前向いてダブル。おぉ、上に助けられたな。おい、ちょ、待てって、お前これ、オナチくねー。あのクソデカダブルタッチマジで止めれるやつどこにもおらんやろ。人間2人分くらい横移動するけんな。もうちょっとした瞬間移動みたいなもんやで、マジで。バリオス、あ、コース入るぞ。ウパメクロ頑張れ。よっしゃ。頑張れ、なんやこれもう。あ、ドログバーゴール前だけ強いセンターフォワードみたいな感じでやってるけど、もう大したことないやろ、正直な。お前みたいな人間すぐに滅びるよ。空中戦できとったら自分に居場所があると思ってるの。違う違う。スマートフォンみたいな感じで新しい機能どんどん追加せないかんから、お前みたいなアナログの人間はいいフットボールが必要ない。このオナチこそが最強なの。時にはヘリングでボールを落とし、そしておい、これで来だしたらもう勝ちですよって感じですね。ムバペはこれで追いつかれるわけないんで。で、インパクトパス、グランダー相手。おーい、なんで己自身に問いたい、なんでグランダーやったの。ペドリチンコ、ペドリ経由してオナチ使うに決まっとるだろうか。いや、使わせてくれよな、マジで。オナチが自らボールを採取するのみになったら、ロドリ抜くか。いや、いくいくいく。え、くぞ。いや、でもなんかその、ここで小回り効かせようっていうタイミングでキュキュンってなるから、もうこれをうまいことなんかその、俺が覚えれば絶対できるけど。はい、ダブルタッチ、ロドリ抜いた。もう一回バード抜いた。これよ、これよ、オナチの真の姿だ。戦車が反復横跳び勝利みたいなもんやからな。まあ、それはお前止めれんわ。で、ワンタッチパスもできるよ。で、あ、散らした後で2メートルの身長で前行っちゃう。おい、パス出せって。もっとオナチでドリブルさせてくれよ。あいつマジでめちゃくちゃおもろい。ダブルタッチあんな敵バンバン抜いたらもう久々じゃない。まあ、初めてメッシ使った時と同じぐらい抜いてる。もう全然前行けないけど、バリオス回収。一回相手をこっち来させることによってここが空いてくると。で、オナチが2、3人抜いたら勝ちって状況。ルーディガーがちょちょいのちょちょちょい。なんか全体的に回線がヌルヌルしてると思ったけど、もうおかしいわ俺なんか。あ、これあれか、オナチが早すぎたから他の選手が遅く見えるや、そういう現象か。もちろんオナチスピードも瞬発も全然ないですよ。でも身長がある。やつの一歩は170センチの3歩に相当しますからね。だからもう単純計算でいくとメッシの10倍速いです。オナチ、お前は世界を取れるぞ。来年のバロンドールはお前かもしれねえ。でもなんかまだちょっと重いというか、こいつの本気見れてない気がするから、もう一試合ぐらいやらせてくれや。オナチ、まあ来年からサトシの語りおるはお前かもしれんな。まあ、でネイマールとかムバペとかおりますけど、怖かねえ。てめえらドリブルしかないの。こいつは空中にドリブルついとるから。もうサッカー選手は2メートル以上ないと全員雑魚。そこにドリブルとかパスとかそういう機能どれだけくっつけれるか。オナチには最高峰のドリブルがある。どうだ、恐れおのの、ん、スピード感がいい。やっといいフットボールが始まった感じがすると思ったけど、若干重たい。なんなんだ結局これは。エン軍が落としてオナチダブルタッチ。に、はぁ、終わったー。ファーストラッチでダブルタッチで相手の裏に出たらしい。はぁ、何やろ、初手ダブルタッチ裏返る。マジでやばすぎるやろ。おい、ブルーロック出てた、もしかして。この細かいボールタッチ、やっべえ、マジで。回収してから、足元にオナチ、で、ダブルタッチをここで、はまかった。フィジカルあるから、結局パワールがどついてきたところで、オナチからボールを奪えるのか。ああ、そうだよな、ドリブル筋だけじゃねえから。で、パス出して、マール生かすことも、できるから。ムバッペが遅すぎだ。こっちパス、ムバッペからワンパスを。あとは、オナチ先輩がすぐやると思わせてする。これよ、結局。で、前行こうからと思わせて、オナチ先輩使いたい、ピルロ。いや、違う、オナチにマジで、お前、調子乗んな。いや、マジでオナチやべえ。もうこいつおもろすぎる、マジで。はじけ、お前ら。あー、もうなんしょ、お前ら、マジで。おっぱい、おっぱい。はい、これ取れました。場面か、カズミロ落として、縦パス、バリオスから一回落としますね。で、ピルロを使って、あ、もうちゃんとやれや。オナチにボール渡したらいいじゃんか、てめえら始まるじゃねえ。クソだ、ドラえもんイレブンがゴールしたにボール渡しとけ。普通のドリブラーやったらボール持つまでが結構難しかったりするけど、オナチに関しては簡単。なんだ、その2メートルの身長化して、ボールキープすること、可能だぞ。バーク、お前が立ってくるなんて分かっとんじゃ、ロバースが取るわ。カスが調子のんだ、ザコ。オナチの真似事はやめてくれ、パクリオス。いや、待って、カズミロ取れよ。取れる、取れる。全然、取れやー。なんでこんなグダ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 したじゃん、こいつら。パーって渡って、ズーンと渡って、それでオッケーなんて。で、3時からこっちやろうで、オナチがこれ一回落とすねん、ここで。あ、そうやな、ビジコあるからな。で、ピトルボール持ってから、アリが突っ込んでくる、また上でスルブス、こっち。オナチ来ると思ったら、オナチは今回、クロスボールで使うからよ、死ねや。やばい、いけるか、ちょ、待って。取れない以上で、バリオス、いけるか。いや、もう待ってくれ。うまいけど。いや、もうなんしょ、もうおもんね、死ねえや、マジで。はい、空中戦やったもん、完全に勝った。2メートル舐めな。ほらな、もうピドルがこれ拾うわけよ。で、スルブスこっちな。で、ピドルからどうするかと言いますと、いかたてます。で、ルンメニケから、
ツルボス、いやもうちょい、なんで社長の店からこういったことでヒーヒー言っとちゃうぞ、マジ。同じ見習いや、身長真面目にやれ、ちょい、ペドリングの、ちょ、いやもうええって、あよクロスでも何でも蹴るや、もうゴミや、殺せよボケ、アホやかす、死ね、食わりマジでバーカ。こんな土曜日昼間の中日からいい言うとも一人、ちゃ友達おらんのか、そういうわけなんかめちゃくちゃ嫌いするわ、どの言うところボロマスはテンポ荒れすぎてほしい、ちゃっちゃ嫌いさせ、まあ、そんなまで俺はじゃスペシャルやから、まあ、唯一ドリブルで敵抜けたりできとやけど、でも俺一個悩みとしてあるのがさ、後半最後の方やっぱり相手も慣れてくるというか、もう2メートルの身長のやつがこのぐらい綺麗のいいドリブルするっていうのが当たり前みたいになっちゃうよな、そう、何かオノアチのボールコントロールの新鮮さを維持する方法はねえのかよ。それならわしを使え、レガチャンネル、その声はまさかヤコイレー、なるほど、合コンでブスな女を隣に置くことによって自分を映えさせる戦法がごとく、2メートルのクソデカボールコントローラーを隣に置くことによってオナーチのドリブルを映えさせようという戦法が、いける、これならいけるぜ、やってやる。というわけで今回はツインタワー戦法を用いて E フットボールやらせてもらうんだが、そのツインタワーが全くもって異なる性能を秘めているということを人々はまだ知らない。飴とムチみたいな感じで、ヤンとオノを交互にぶち当てて、相手調教してやりたいと思いまーす。よっしゃー、ダブルピサラシャトーナウ、いやこれもうこの戦いいただいちゃったでしょ、間違いなくね、これね。相手はい、なんかよく、何これ顔持ちみたいな、この。今回はもうガチ実戦コーナーということで、もう本気で勝利目指して頑張っていこうかみたいな感じで、ロバートソン拾、いや待って。明らかに軽い、これが E フットボールが戻ってきた、ヤンコルの高世界一なのにね、先輩がそこ勝ってくんないとツイダーやってる意味なくなっちゃうから、マジ負けるな、よし、よく書き出したらマジで結果的にボール取られんかったらいいんじゃ、おぬらちゃんヤンコルで、はい、ツインタワーでパイ釣りあれですよ、そのツイン釣りですよ、マジでバリオス取れない、いやリュディガーマイケルとかそれだけで OK だ、ヤンコルが空中戦を必ず制してくれ、なんでや、もうあれか、最新のディグダみたいな動きすんな、ニョキみたいな、これはもうそこおぬらちゃんなわけよ、うわーファーストラちゃん頭のタッチも柔らかい、でここからフライスルーパスでおぬらちゃん走らせてみた、ボールさえ触れたらそっから前行けるから、このタッチは柔らかさ、そして中向いてから何するか分かるよ、ダブルタッチからコントロールがデカすぎるって、今日は暴れてたくて、なんならこっちが降りよ、行け俺、ぶちかませぶちかませぶちかませよ、キミヒからもうじゃあ立てます蹴っちゃおう、オヌアチ空中戦いけるかな、高すぎるヤンコリの存在意義とは、前向けるからデカすぎるタッチ、オヌアチがいかに優れてるかよく分かった、ほんまにロバソンクロスですか、なるほどね、しかし空中戦お前に勝てるやつがいるか、メイソンマウント小さすぎ、2メートルは必要だろ最低でもな、なんなんこいつら、マジボール回しすぎちゃうか、はい球返せや、甘いんじゃタコス、まあ、ヤンコリは確かに足元通知ねえかもしんねえけど、身長そしてフィジコン、そしてジャンプに関してはオヌアチを超越している、はあ、ラバーさん、うん、蹴っとこ蹴っとこ、前蹴っとこ、それで OK で、オナチ前向いてからドリブル返しよ、甘かったらうちのオナチだな、ドリブル手用があるんだ、ほらボールが離れちゃう、オナチ、あ返せ、オナチいけるぞこれ、止まりませんね、ルーメリエさんワンチャン出してる、取れよクソ、なんでこの野郎、何が何でも、ちょっと何したやつ、いや、取ろうってもう全員ヤンコレル計画ええからマジで、ここで、もうショートパス繋がない。一発ヤンコレで OK! ヤンコレの身長が泣いてるわ、2名、おい、どこ行っとんや、マジで。出かけるな、このタイミングで。バリオスよく回収したな。タレバス。で、あえて足元で行かせるか、オヌアジでボールを渡せ、これで OK だ。こっち見てダブルダッチ。さらにダブルダッチ。ここで細かいダブルダッチできた、思うまい、タツクは、ちょれで、蹴ったいかん、蹴ったいかんって、お前マジ入らんから、これで、あ、べーか、死ね、俺。いや、普通、同じでドリブルしてから抜けんかったら、あ、抜けんかったらで終わるけど、ほんまに悔しいわ。普通でスマブラでロイ使ってから、勝てんかったのと同じぐらい悔しいまして、ね、君引きこれコース入ります。で、センターバック、あ、デュエルフェイね。もう一回デュエルフェイなんちゃうんけ、おい。アイコース呼んだ、勝った、完全に。奪うからこっちピルがするます。ここやな。よっしゃ、メーター回って書いておいてよかった。同じ足元勝負だ、このターンダブルタッチ、セードロンぶち抜くぜ、おらぁ、うつるまたこっち、メッシーたちめ、メッシー返し、メッシー、いやぁ、気づけ、おら以上。